で、まあ、あの利用していただくのはいいんですけど、まあ、有期限で2年っていう期限があるんですね、利用期間が。その後今度地域ってなるとその受け皿がなかなか見つからないっていうのは震災の影響で、あの場所が確保できない、グループホームとしての場所が確保できないっていうのがあって、今低迷状態です。当年場というか来年の3月で特に半数の方たちをこう出してもらっちゃいけない。はい、はい、朝は住むとか、はい、あ、分かります、すいません。やっぱり受ける方では受ける側のこう体制を整えなくちゃいけないってところで大事なことっていうのはあるんですけれども、そこのところ分かってるんですけれども、うちも運営上ちょっとそういうふうにこううまくつなげていかないと運営がしていく立ち行かなくなってしまう。じゃあこの事業、とてもいい事業だと思うんですけど、それがあの潰れなくなってしまう危険性もある。須賀川市でお仕事をしているんですけれども、須賀川市の自立支援協議会の就労部会は、その震災後の実習先の確保がまずあの困難であるというあのニーズが上がってきましたので、部会自体で、須賀川市の就労部会ということで、市内の事業所さんに、あの事業所さんというか企業様に、お願いをして、こういう例えばサービス業の実習先を探しておりますけれども、お受けいただけないでしょうかという、あの今まで事業所単独でとかあの、センター中ポツセンターとかそういうところで、実習先を探してたんですけれども、市の部会ということで一つ動き出しております。で、今年度に関してはあのご希望の方はあの実習は受けられることになっなりました。あのただその後の就職ということになりますと、やっぱりあの企業さんあのあれからしんどい状況もございますので、あのなかなか進まない状況ではあります。で、地域の小さな企業様に、実習とか障害者の雇用とか、あそういうのをあのこう考えてあの積極的にしていただきたいなということ とやっぱりあのそのためには私どももあの障害を持たれた方の実際の就労場面とかあのお付き合いの仕方とかそういうものもきちんとお伝えしていかないといけないと思いますし、で逆にあの企業様のニーズっていうんでしょうか、あの今の現状を把握しながら温度差のないようにやっていけたらなとは思ってます。